私たちが歩くことによって今回これだけ道が荒れました。今シーズン初です、私雪の上歩くの。いよいよ来たか。まあ人間を怖がらないのは明らかだよね。そうですよね、うん。標高が上がっていくと雪も多いですね。木にかかってた雪がポタポタ溶け始めてます。雪が降ったら一気に葉っぱ落としたんかな。これ新雪の上に枯れ葉が広がってます。ありがとうございます。今はまだ雪溶けてないから歩きやすいです。帰ってくるときね、帰ってくるときにこの木道の雪がどうなってるか。これが滑るんだよ、溶ければ。はい、このオオカメの木も多分雪が降る前はちゃんと木にぶら下がってたんだと思うけど、雪の影響でバサッと葉っぱを枯らした、葉っぱを落としたんだと思いますけど、違うかな。今日は10月の23日でしたっけ？22か。10月の22でございます。11月ではございません。この雪の溶け方は春先にも共通する溶け方だと思います。これ作るのにこの木を使ってます。1本をお疲れ様です。初のまあ今日は雪解けなのでよくわかると思いますけど、雨が降った時の状況はこれよりまあちょっといいぐらいです。だから
いかに、この木の私嫌い。これ、尾瀬国立公園の、秘仏山から笠ヶ岳方面に行く道でございます。一歩人気のない登山道ってのはこういう感じになってます。よいしょ。今、大きなすのこ2つ運んでます。この工法、あらかた人力だから、人は必要だな。自然に優しいかもしんねえけど。よいしょ。先ほど、ワルサー岳の道しるべが出てきましたけど、普通に歩くと、ワルサー岳なんてあっという間なんですが、この作業をしながらだと、まだこんなとこなのかよって、仕事しながら歩くのは時間がかかりますね。笠ヶ岳方面へ行く登山道、鋭意整備が進んではおりますが、登山靴にゲイターが必要です。もしくは長靴。それの方がいいかと思います。いやー、いいね。やっぱり山はいいや。ぬかるみだって気分晴れ晴れ。気持ちいいね。こんな感じ。今朝雪が降って、で、その後、作業で皆さん歩ってるんですけど、15人から20人がこう行ったり来たりしてるともう、こういうふうに、ドロドロになります。いかに、人間が歩くと、自然に与える影響が大きいか、わかる感じがしますね。獣が歩くとね、まあ獣がこんな大人数とか多くの数でガサガサ歩かねえからわかんねえけど、それでもこれほど痛まねえもんね。それ以上の整備できないとイーブンにならない、だからそれでやりました、私たち頑張ってますって言って、結局崩れるのが多かったら、それはあんた違うでしょって言って、だから、はい、鳩町の峠に帰ってきました。今日の研修、それから前の研修で、尾瀬に対して、というか尾瀬の登山道に対してかな、ちょっと考える、いろいろ考えさせることがありました。尾瀬の道、登山道は人間のためにあるんではない。自然
ためにある。山を人間が壊さないように登山道はある。強く感じました。